22日午後6時頃、東京都杉並区高円寺南の青梅街道で、オートバイに乗っていた俳優の萩原流さん、62、が、交通事故で死亡したことが、捜査関係者への取材で、分かった。警視庁杉並署が事故の、詳しい状況を調べている。萩原さんは昨年10月に、乗用車を運転中に、歩行者と接触して走り去ったとして、自動車運転処罰法違反、過失傷害、などの疑いで、先月書類送検されていた。松本トン、経歴、映画やテレビで個性派俳優として、活躍した萩原さんは東京出身。本名は三尾さん。1982年に、劇団塚公平事務所に、入り、同年塚の戯曲をもとに、制作された映画、蒲田行進曲、に、出演して注目された。その後も、映画、里見八犬伝、NHK 大河ドラマ、独眼竜政宗、テレビの旅番組などに出演。妻で女優の真由美さんと、近年、夫婦でうつ病と戦った体験を、語っていた。